それでは2月22日の3問に入ります。定期建物賃貸借契約の場合、契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。契約期間中であったとしても賃借人から中途解約は可能です。ただし、これ要件がありますね。要件があります。それは2つあります。この2つの要件、これを満たして初めて、賃借人から中途解約をすることができるという流れになるんですね。まず要件1つ目。居住用建物で、居住部分が200平米未満であること。2つ目。転勤、療養、親族の介護、その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が、その借りている建物、を自己の生活の本拠として使用することが困難となったこと、まあ、この2つが必要なんですね。まあ、2つ目については簡単に言ったら、もう自分自身、使うことが難しいよってことですね。契約期間中であっても借りている建物を使うことが難しくなったという場合です。この2つの要件を満たしていれば、賃借人からの中途解約も可能だということです。で、解約の申し入れの日から1ヶ月経過することによって賃貸借契約は終了します。この点もですね、合わせて頭に入れておいてくださいね。で、宅建試験対策としては、先ほどお伝えした要件の2つですね。こちらをちゃんと覚えておきましょう。で、無料メルマガでは関連知識まではお伝えしていないんですけれども、関連知識については、調べて、つなげて覚えるようにしていきましょう。これも合格するための、理解学習の1つなんで、この動画の内容だけではなくて、関連ポイント自分自身で調べて、勉強を進めていっていただければと思います。で、問い2ですね。宅建業者はその事務所ごとにその業務に関する帳簿及び従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときはそのどちらも閲覧に供しなければならない、丸か×かという問題です。この閲覧に供さなければならない、これどういうことかというと、見せなければならないって言い換えるとわかりやすいです。つまり取引関係者から、帳簿見せてくださいとか従業者名簿見せてくださいって言われたら、見せなければならない、丸か×かという問題なんですね。で、答えは×です。従業者名簿については見せないといけないんですね。一方で帳簿についてはそのような規定はありませんので、見せる必要はないということなんです。で、お客様に帳簿を見せないといけない、これおかしいってことはこれわかりますよね。この帳簿っていうのは、いわゆる取引相手の名前だったり、住所だったり、電話番号だったりってこう書いてあるわけですよ。つまりお客様情報が書いてあるわけなんで、そのプライバシーを取引関係者に見せるってことになるわけなんですね。まあこれはおかしいわけですよね。だから帳簿については、取引関係者から請求があったとしても、これは見せなくてもいいですよっていう話です。まあこれは基本中の基本の問題なので、解けるようにしておきましょう。で、問い3ですね。開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可にかかる予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない、丸か×かという問題です。で、答えはこれ×ですね。結論から言うと、開発区域内で予定建築物を建築するために30日前までに届け出が必要、こういったルールってないんですね。なので誤りとなります。まず開発許可を受けるための申請書には、どんな用途の建物を建築するか、まあこれ予定建築物の用途って言うんですけども、これ記載しないといけないんですね。例えば開発行為を行った後に戸建ての住宅を8戸建てるというのであれば、予定建築物の用途は戸建て住宅8戸といった感じで記載するんですよ。で、工事の完了公告前っていうのは、まだ土地の工事が終わってない状況なんですよね。ってことは、予定建築物であったとしても、それは建築することはできないわけです。土地の工事やっていないのに建物を建てるって、普通に考えたらこれできないですよね。そして、工事完了公告後っていうのは、すでに土地の造成工事が終わっています。なので、予定建築物であれば、届け出をすることなく建築することはできます。もちろんね、建物を建てるっていう話なので、建築確認っていうのは必要ですよ。建築確認は原則必要なんだけれども、まあ、今回はこれについては別に質問されてないわけです。そして、これ単に、今回のような問題が出た時に、あ、そんなルールないから誤りとだけ覚えるんじゃなくて、しっかり解説の知識を理解するっていうことが重要なんですよね。
まあ今言った内容っていうのは私がねメルマガでお伝えをしているわけなので理解はできたと思うんですよ。でもこれだけじゃないんですよね。これからたくさん問題を解いていくと思うんですけども、その中で解説で理解できない部分ってたくさんあると思うんですよ。でそういったものを自分自身で理解をするってことをやっていかないと一向に点数って上がってこないんですね。メルマガの内容だけでは理解学習できる問題って正直少ないんで、それだけでは合格って難しいです。なんで絶対合格したいという方はぜひ個別指導で一緒に勉強できたら嬉しいです。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらから個別指導の概要をご確認ください。またお申し込みページの URL も貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。あなたの受講お待ちしております。レトスの小野でした。